トビアス・メンジーズはイギリス出身のイングランド人俳優。日本語の媒体ではトビアスと表記されるが、正しくはトバイアスである。1974年3月7日、イングランド地方ロンドン市北ロンドン地区出身。父は国立放送局で映像制作に携わっていた。同じ俳優のジムスタージェストは初等教育家庭で、 同じ学校に通っていた幼馴染みの間柄となる。1993年から1年間、継続教育課程で、ストラトフォードイコールアポンイコール英ーーン演劇学校のドラマコースで学び、さらに、王立演劇学校に入校して演劇を専攻した。卒業後の1998年、24歳の時に俳優活動を開始し、バーナビー警部、ケージフォイル、 カジュアルティーなどのテレビドラマシリーズを中心に経験を重ねた。2005年、エベイの大手テレビ局が合同制作した歴史ドラマ、ローマ、ローマで主要人物であるマルクス・ユニウス・ブルートス役に抜擢され役者としての知名度を上げた。また、ローマ、ローマと並行して007カジノロワイヤル・デミロク長官の秘書ビリアーズ役を演じたことも注目を集めた。 その後も英語圏のテレビ局が制作するドラマを中心に活躍し、未マイナスの英国機密情報部、ゲームオブスローンズ、アウトランダーなど対策への出演を重ねている。ゲームオブスローンズでは、エドミュア・タリー役を、アウトランダーでは、主人公の夫である歴史学者と、その先祖で悪役であるイングランド軍士官の二人一役で、それぞれ出演した。特に後者では、 サムヒューアンに対する拷問や男色シーンなどを際どい、場面を巧みに演じ、第73回ゴールデングローブ賞の助演団優勝にノミネートされた。本人は作中での役どころについて、役者としてやりがいがあり、楽しんで演じられたとコメントしている。舞台俳優としての活動も続けており、ノーザンプトンのロイヤルダーンゲート劇場で行われた、ルパートゴールド演出のハムレットで、 ハムレット役を演じている。私生活では14歳年上の女優、クリスティン・スコット・トーマスとの交際が報道されたこともあったが、現在は別れている。ありがとうございます。